こんにちは、悠々亭ヴァンガード担当です。今回はリョウさんとケンさんの試合をお届けします。右手リョウさんがロイヤルパラディンを、左手ケンさんがカゲロウのデッキを使用します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではマリガンからですね。左手ケンさんが先行となります。マリガン基準等についてお聞きしていきたいと思います。右手の、リョウさんからお聞きしていきたいと思います。はい、1、3で、2が引きたいので、ワニを引きに行くマリガンをしました。はい、ありがとうございます。ではケンさんにもお聞きしていきたいと思います。今回は、1、2、3とちゃんとグレードが揃ってたんで、まあ、トリガーを戻して、1枚引き直しという形です。はい、ありがとうございます。はい、それでは、ゲームスタートで、左手のケンさんが先行となります。はい、こちら普通に順当にライドですね。リョウさん側もグレード1普通に持っているのでライドする形ですが、今回はウィンガルにライドしました。まあ、相手がカゲロウだったんで、まあ、横に出して日版するよりもバーサーク警戒でワンパンですね。はい、ここでクリティカルめくれてケンさん2点もらいました。はい、でこちらグレード2でストライケにライドしました。はい、ここはリアガード出して殴るかを考えて、出さずにエンドしました。はい、ここでリョウさんにターンが渡ってブラスターブレードにライドですね。ここは展開して殴っていく感じなんですかね。どうでしょうね。横に出せるカードがグレード1しかないので、まあ、無理せずワンパンって感じですね。はい、はい、ここは A ガードして、ケンさんにターンが渡りました。はい、でまずストライケンの効果ですかね。こちら、グレード2のストライケンからグレード3のユニットに乗った時に、はい、カウンタープラス1でワンドローとパワープラス5000クリティカルプラス1という効果があるので、はい、まあ、それを使って、まあ、オーバーロードに、パワーと、クリティカルを与える。でそれに必要なのが、まあ、合わせてカウンタープラス2必要だったんで、さっきはガードしても、ダメージが溜まってたんで、まあ、よしかなということでガードしました。はい、でフォースは、バンガードに設置して、これがクリティカル2の状態でアタック。はい、リョウさんはここノーガードですね。はい、でオーバーロード、ヒット時スキルで、再スタンドでまたクリティカル2でパンチですね。ここパワーも高くてなかなかリョウさん守れないかな、守れなそうですね。はい、でここで2点入ってリョウさん一気に4点まで詰められてしまいました。CB があるんでここからどんどん巻き返していく形になりますね。はい、はい、ここで乗ったのがアルフレッド・アーリーで、まあ、最近ちょっと採用率下がっているカードですかね。そうですね。はい、僕は、ブログだと確か4-4ソルセとアルフレッド4-4のやつを公開したんですけど、はい、ソルセを素乗りした時に、マロンとアカネを持ってない時がちょっときつかったのと、まあ、5枚目のアルフレッドっていう感じで今試験的に採用してますね。あ、なるほど。今カゲロウが1手だったのでアーリーの CB1 ニアドが結構いい感じですね。はい、はい、ここで、カウンターブラス使って、ライン形成していきます。アカネでまずポンガル呼び出しました。はい、でポンガルのスキルですね。プラス、登場時、縦列が登場したときワンドロー。ですね、マロンの効果で。はい、で、まあ、アカネとマロンで、これで、普段を損失なく目を広げて、で、どっちも要求値取りなりにあるんで、でまあ、殴り方なんですけど、まあ、ちょっと考えてって感じですね。で、横、ブラスターブレード列が今1万5000パンプなんで、2万5000要求。で相手2点で自分4点なんで、まあ、横から殴っても、まあ、裏目なくって感じだったんで、まあ、ここを取っても持っても美味しかったんで横からパンチです。はい、で次 V から V ですね。確かにこれだけ展開したのに手札がかなりある状態ですね。はい、ここでドロートリガーがめくれました。
はい、で次リアから V ですね。これに万葉球ですね。はい、しっかりと、まあ、前来要求できてますね。このターン結構打点詰めることができて、ケンさん5点まで押し込まれて、でターンもらいます。はい、ドラゴニックウォーターフォールにライドしました。はい、でフォース獲得場所をちょっと悩んでる感じですかね。はい、今回は V に設置しました。まあ単純にドラゴニックウォーターフォールの、まあ、パワーの底上げっていうのが感じですよね。そうですね、はい、手札がたくさんあることが分かってるんで、はい、まあ、1枚でも多く削るには、まあ、もうあのセンチネルを切れないようにしたウォーターフォールでもう盛るしかないんで、まあ、今回はこういう形ですね。はい、はい、ここからケンさんが、リョウさんのリアガード焼いていきます。はい、だいぶ焼きましたね。3体かな。はい、これでアタック入ります。ウォーターフォールの効果で、パワー4万3000ですかね。で、センチネル切れない状態でアタック。ヨウさん側結構ハンドがあるので、このターンは、守れそうな感じですかね。そうですね。で、まあ、返しバルフレットに再ライドする前提で、で、まあ、どうやってガードしようかなって感じですね。はい、だいぶパワーライン高いんで、まあちょっと悩んでる感じですかね。ですね、今4万5000と、5万で守って、たときに、2巻張ったらこれどっちも変わんなくないかって思って、初め、5万張ろうと思ったんですけど、はい、経験考えたら4万5000も変わんないんで、はい、4万5000張りました。はい、はい、ここはトリガーめくれて、はい、続けてリアガードが攻撃しまして、はい、ここはガードしました。はい、最後のアタックは、ここダメージもらって5点ですね。はい、これでリョウさんにターンが渡りました。はい、このターンは、アルフレッドに乗り直しまして、フォース獲得ですね。今回はリアガードに設置しましたけど、今回はリアガード設置した理由は何かあるんですかね？そうですね。真ん中に貼る意味が、まあ、あんまりなくって、まあ、向こうが5点だったので、はい、まあ、両ラインパワー上げた方が強くて、今ちょっとあの左右どっちに貼るかちょっと考えてて、まあ、持ってきた山から持ってきたブラスターブレードが5000上がるので、はい、このポンガル列に立てると1万5000上昇なので、2万5000要求で、確実に札2枚切らせられるので、まあ、横置くのが安定かなって感じですね。はい、なるほど。はい、でアレン効果でジャールを出してまた手札を1枚補給しました。はい、でバトル入って V から V で、ここは完全ガードでクリティカルがめくりました。でこれどっちも2個要求なんで、まあ、合計4枚要求ですね、普段の枚数的に言えば。はい、計算5点なのでここ守らなくてはいけないんですけれども、まあもう手札がもうそんなにたくさんないですし、ガード値も確か1体守ってギリギリだったら、はい、守る完全ガードが最後は完全ガードですね。はい、なんとか計算、この段しのぐことができました。はい、で引いたのが、ドロトリガーですね。
で、このターン。まあ、このターン詰めないと、ま、ちょっと厳しいかなという感じ。そうです。もうちょっと、もうちょっとなんか動けるカードを引ければよかったんですけど、まあ、ちょっと、そこは引けなかった感じですね。はい。ここは、完全ガードですね。ここも守って、ラストのパンチもは、インターセプトと、手札から切ってガード仕切りました。はい、ここで両さんにターンが渡ります。はい、で、お待ちかねの、フィニッシャーのソウルセイバーですね。はい、前来おまけにフォースでパワーが1万上がってる状態で、まあ、全体に1万5000パンプですね。2号要求から3万パンプなんで、はい、ゼノ5号要求かな。はい。そう。綺麗に決まりましたね。はい。ここで、1点入って、りょうさんの勝ちとなります。はい。今回の試合は、右手りょうさんの、勝利となります。ご視聴ありがとうございました。